皆様こんにちは。ストリートファイター6の実況プレイ動画を始めます。頑張っていきましょう。プレスエニーボタン。さて今回なんですが、いつもヒャーヒャーワーワーと皆様にとって耳障りな実況プレイ動画をお送りしておりますけれども、たまにはいつもお疲れの皆様のために安眠用読み聞かせランクマッチなるものをお送りできればというふうに思っております。もちろん対戦は激しいものであり、時には暴れまくってしまうようなそんなこともあるかもしれないんですけれども、できる限り冷静に、そしてこれを聞きながら静かに静かに眠りにつけるような、そんな動画にしていきたいと思っております。さて今回のルールなんですけれども、いつもランダムキャラ選択や、もしくは対戦相手のキャラクターをキャラパクして使っていく、そういったルールを行っているんですけれども、今回ははっきり申しまして、そこまで余裕がありません。ですので今日一番練習したキンバリーを使ってランクマッチを参戦お送りいたします。しかしキンバリー自身が激しい動きをモットーとしている武神流の女の子ですので、時々うっとかあっとか、そういったことを言ってしまう可能性もあるんですが、しかしこの胸騒ぎの腰つき、このキンバリーの動きというのにまた酔いしれていって、その酔いしれ方によって皆様の安眠の手助けになれば幸いです。では、ちょっと連続技も練習しましたので、そちらからご覧ください。しかし今お休みになられている方は音だけでお楽しみください。こんなコンボ、ゼロフレコンボなんですけれども、やっぱりすごく練習したおかげでしっかりとつなぐことができております。さすが自分と褒めたたえてしまうようなところがあるわけなんですけれども、しかしなんか何だったらいつもよりコンボがつながるんではないかという、そういった我ながらちょっと今驚きを隠しきれないわけなんですが、もしかして冷静沈着なやっぱ自分にこういった語り方というのはぴったりなんでしょうか。それでは練習もたっぷりしたということで、ランクマッチに入ってまいりましょう。キンバリーを使ってランクマッチ参戦です。さあキンバリーがいつも楽しそう。胸騒ぎの腰つき、胸騒ぎの腰つき、胸騒ぎの腰つき、ミュージカマンなんとかバイヤー。さあキンバリーはスーパー3を当てますと、このように嬉しそうな表情になりまして、攻撃力もアップするというところがあります。さて対戦相手の方が荒々しく登場いたしました。このケンマスターズというキャラクター、まさにこのストリートファイターを代表するようなそういったキャラクターなんですけれども、しかしストリートファイター6でいろいろあってちょっとワイルドになっちゃいました。しかしこのキンバリーはニューカマーということで、この剣には一筋縄ではいかないような、そういったおてんばぶりを発揮しております。さあ武神流マイルと来て駆けつけてくれました。後ろの猫も驚いて逃げ出しております。相手の体育を釣るような行動したんですけれども、しっかりと大パン体育をしたきたことでちょっと困ってしまいましたので、ダッシュから投げ、そしていきなり横から行ってまいりました。そして先ほど練習したコンボを決めて、さらには設置をするんですけれども、何も起きず、何か起きました。かなり自分のペースで試合が進んでおります。相手の方はそろそろ話なんかもしてくるんじゃないでしょうか。してこないんだったらこちらから行くぜと言わんばかり。しかしインパクト返しができないということで、非常に涙目でございました。しっかりとこのコンボを決めて、べちゃべちゃというこの開けコンボも楽しんでいただきたいというふうに思っております。上から来てくれたらば、そこに対してしっかりと対空を仕掛けていく。これは待っていた、もうまさに飛んでヒールに、飛んで火にいる夏の虫という手でございます。さあしかしそろそろ攻めのバリエーションが必要ということで、中スラから投げということを行っていました。しかし相手の方はそこに対して中足を出してくるという驚きの選択肢。さあ仕切り直しの形になってしまいました。この距離ですといきなり行って、そして投げをしてしまいますと、びっくりして話をそろそろしてくるんじゃないかというところで、逆に中大という選択肢、これはグラップなどを狩ろうというところなんでしょうか。素晴らしい読み合いをしてまいります。相手の方がしております。さあ上が通って、さらには謎のジャンプをしてしまい、劣勢を作ったのはセントスが使う
砲の金バリーでございます。しかし近距離で一文字をガードしますと反撃が入るということで、ただトラッシャーに対して話が追いついていないのも事実でございます。そして画面足のコンボが始まるのかと思いきや、自分からバウンドしてくれたのはこれはチャンスと、もう一回投げに参ります。そしてガーキャンでまだ画面足を出すことはできません。さらに起き上がれにしゃがみ中キックをしっかりと重ねて、まずは初戦勝利をしております。どうでしょうか、この素晴らしい笑顔、金張りにかかれば剣などお茶の子さいさいといった体でございます。さあまずは1戦目、幸先のいい勝利、全3戦のうちできれば2戦ぐらいは勝っていきたいということで、一旦肩の荷は下りたんですけれども、しかしまだ荒々しい人たちからのチャレンジというのは続いていくと思いますので、この金張りを使って頑張っていきたい。さあこの剣の窮地を救おうと現れたのは大きな背中、竜でございます。このストリートファイターシリーズの永遠の主人公と言ってもいいようなキャラクターで、剣とは、まあ、同じ釜の飯を食った仲と言っております。さあ古来からのアレックス使いというタグ、しかし自分は古来からの金パリ使い、ここに負けているわけには参りません。さあヒゲを蓄えて素晴らしいお姿、どんなタイプなんでしょうか。まずは波動拳など打ってくるのか、いやこれはもう飛び込みから入ってくるという荒々しさ、まさに見た目通りの、そして中段です。さあこれに対してこちらはどう攻めるかというところ、一旦こちらもジャンプして、そして台風からの投げという選択肢を取ってみました。そして中足から投げ、さらには画面足、思い切ってキックでいったんですけれども、これは噛み合いませんでした。お互い体が入れ替わって、相手の方一旦一呼吸置いてから波動拳打ってくる、飛びをしっかりと落としていけばもう飛べないでしょうというこちらからの問いかけはどうでしょうか。さあ中足をガードさせて、こっちが有利なのでまだまだ攻めていきたいというところ、少しバウンドしても投げに来る、さあ上から来てくれないかなと待っております。不審旋風脚がしっかり当たり、さらには横から行こうと上から行こうと様々な手を試みてみますけれども、さあバウンドしているのでちょっとこれは攻めづらいといった手、そしてこれはいきなり行ってびっくりさせて、もう一回上から行ってびっくりさせて、投げが通らないで対空待ちをしてみます。しかし来ないので、さあ上から絶対来るはず、えてて、あ、失礼いたしました。これは一体どういったことなんでしょうか。じゃあこちらも、じゃあこちらも当たりました。さあこういった読み合いが2点3点していくというのも非常にこの格闘ゲーム面白いところであります。そして手前側に走ってくるこの金張りの可愛い姿も皆様には新しい、さらにスライディング先端当たればコンボがつながって、そしてずうずうしく投げてまいります。さらには下段からワンコンボ決めて、これはさあいいコンボ決まっております。さらにはレベル3のスーパーアーツをしっかりと決めますと、相手の方もこれにはキリキリ舞い、さあ上に持ち上げられたにもかかわらずすぐにダウンさせられて、そしておっとこれは大きな一撃、さあいきなり下段から行くんですけれども、さあ有利を生かして戦うことができません。さらにはドライブインパクトに、ドライブインパクト返したいんですが、ちょっと怪しくなってきましたよ、怪しくなってきましたよ、ドロン、ラッキーでありました。さあパッと消えてパッと現れる、これによって相手の方もさすがに面食らったといった体でありました。さあ目をピクピクさせる金張りの勝ち姿、2つお送りできて幸せに思っております。しかし最後の一戦をしっかりと勝たなければこの動画が成り立たないと、終わり悪ければ全て悪しという格言もございます。こういったものに翻弄されていく人生でありました。しかしどうでしょうか、この金張り使えば使うほど味の出るキャラクターで、ちょっと受けが弱いというそういった側面もありますが、さあ対戦相手はマリーザ、すごい男だと言わんばかりの見た目であります。さあしかしここもしっかり勝って、なかなかやるじゃんと言っていただきたいというふうに思っております。そしてこの動画、早くも企画倒れの雰囲気が漂ってきております。もしまたやってほしいという声があればコメントしていただきたいんですが、そういった声がもしなかったら今回でお蔵入りというふうになるかと思います。他にも企画もう全く案がありませんので、もし何かいい案がありましたらぜひ お聞かせくださいませ。ちゃんと喋れませんでした。そして痛いダメージを食らってしまいますと、せっかく連撃を加えたにもかかわらず、またもうダメージ差というのは一気に変わってしまいます。さあこれは一旦上を落としていきたい、そうですね、しっかりと落として、さらに投げ抜きをすかしてジャンプしたかったんですが、ちょっと間に合いませんでした。さあここで投げを通してもう一回投げていきたいと思っておりますが、さあしっかりと上を見ております。ワンコンボ食らって
これは非常に嫌な展開です。ただ相手の方が下がってくれたので、これにはラッキー。なんと言いましても、キンバリーはすごく受けが弱いキャラクターです。さあ、めちゃくちゃ飛んでくる相手であります。ならば5番をすっと刻んでいきましょう。相手の傾向と対策を対戦の中で練っていき、それを実行すれば百戦危うからずといった体であります。しかし、いろいろやってみた結果、ボコボコにされてしまうのがキンバリーです。さあ、いきなり荒々しくなってまいりました。この荒々しさ、さあ、かなり上入れっぱ作戦をしてきておりますので、ここに対しては5番を刻んでいきたいと思っておりますけれども、さあどうでしょうか。ラッキーな攻撃が当たりまして、さらにはワンコンボしたかったんですけれども、なかなか難しいところ。どうでしょうか。コンボで追い打ち、さらにはジャンプをすると分かっております。なので早出しのジャンプ、そしてこれが当たりますとフィニッシュでしょう。かなりなだらかな縦戦でありました。なかなか怖いシーンなどもなく、相手の方の傾向と対策でなんとか勝ち切ったという一戦でありました。さあ、キンバリー最近練習を重ねているんですけれども、メインキャラまで到達できるんでしょうか。しかし現在のポイントが低いので、これから上がっていくと勝てなくなっていくのではないかという、そういった懸念もあります。現在のメインキャラ候補の一人でありますので、この動きを見てぜひ感想などお聞かせいただければ幸いです。それでは今回の読み聞かせランクマッチ、これにて終了となります。次回の動画、一体どんな企画になるんでしょうか。失礼いたします。